こんにちは、普通の鈴川綾子です。本日はこちら、2013年11月15日で引退するトミカ81番ホンダ CRZ とトミカ112番スバルレガシー B4 を紹介します。はい、まずこちらのホンダ CRZ はですね、トミカになったのが2010年の10月ということで、約3年間ですね、この81番でずっと販売されておりました。スポーツタイプのね、ハイブリッドカーの先駆けになっている車でございます。すごいね、このかっこいいですね、後ろがね、こんな感じで。これ色がね、またちょっと特徴的というか、あまりね見ない感じの、これはベージュなんですかね。でも結構光沢があってラメみたいな感じですね。顔もね、またすごいシュッとして、ちょっとヘビみたいですね。かっこいい。ロゴもね、ちゃんと入っており。もうほんとこれがまた特徴的ですね、ここがね。この形のガラスというか、窓というか。ね。裏はこんな感じです。そしてこちらのトミカ112番スバルレガシー B4 はですね、トミカになったのが2010年の2月ということで、まあ、約3年ちょっとですね、はい、112番で販売されておりました。レガシーはね、スバルが一押しの車種ということで、スポーツセダンですね。この後ろがちょっと、はい、こんな感じになっております。そしてなんとこのトミカはボンネットが開けられます。まあサスペンションも効かせてあります。はい、この本当にね、かっこ、この縁の感じとかもね、かっこいいですね。スポーツカーって感じで、まだね、前もね、このライトが結構脇に、かなり脇についてる。そしてまあロゴもバッチリ。はい、そして裏はこんな感じになっております。やっぱスバルってね、こういうマークもそうだし、やっぱ青とかこういう、なんていうの、光沢のある紺みたいなね、車のイメージがあるので、もうまさにですね。はい、こちらですね、もう11月の15日で引退になってしまうので、ご購入予定されている方はぜひぜひお早めに。はい、ということでですね、こちらホンダの CRZ とスバルレガシー B4、 約3年間ありがとうございました。